はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ピリリと辛い、わさびです。前回は、自動サボテン畑を作りました。自動焼き機、最高。でですね、今回は、ウィザー討伐に向けて、準備をしていきたいと思います。というのも、次のマイクラ動画でパート50になるので、裏ボス的存在であるウィザーに挑戦しようかなって感じです。エンダードラゴンはパート60かな。では、やっていきましょう。まず最初に作っていくのは、力のポーションです。戦闘中に攻撃力を上げてくれる飲み物ですな。まず、醸造台の下に水の瓶をセットして、ネザーウォートを調合していきます。調合が終わると、不完全なポーションができるので、それにブレイズパウダーを追加します。すると、力のポーションができるので、それにグロウストーンダストを追加すると、効果時間は短くなるけど、攻撃力がよりアップする、力のポーション2が完成します。ドーピング、ワクテカ。力のポーション2ができたら、今度は回復のポーションを作っていきます。まず、さっきと同じように、ネザーウォートを調合して、不完全なポーションを作っていきます。不完全なポーションができたら、それにきらめくスイカを追加して、回復のポーションができたら、今度はグロウストーンダストで、効果を強化していきます。強化して回復のポーション2ができたら、それに火薬を追加して、スプラッシュ化していきます。これは、戦闘中に飲むのが時間がかかるので、スプラッシュ化しておくと、投げるだけで効果が得られるためです。スプラッシュ化すると、ナス瓶になります。実はこれ、ナスじゃないって知ってた。わさびは、シシシシシシシ。次は、耐火のポーションを作っていきます。ウィザーには直接関係がないですが、戦う場所によってはあると便利そうなので、とりあえず作っておきます。まず、いつも通りネザーウォートを調合して、奇妙なポーションを作ったら、今度はマグマクリームを追加します。すると耐火のポーションができるので、レッドストーンをさらに追加して、効果時間を延長しておきます。延長すると、8分の耐火のポーションの出来上がりです。これで、マグマも怖くない。ポーション作りが一通り完了したら、今度は回復のポーション2を使って、矢を強化していきます。ポーション3つを大釜に入れて、矢を1スタック手に持ったら、大釜をタップします。すると、矢の先が赤くなった、回復2の矢が完成します。この矢は、アンデッド系によりダメージを与えることができるので、ウィザー戦にも役に立つはず。使い方によっては、自分を回復することもできるのかな。初めて使うので、よくわからん。ポーションと矢が完成したので、今度はダイヤ装備にエンチャントしていきたいと思います。ちなみに、現在難易度はピースにしています。かくついて、撮影どころじゃなくなっちゃいますからね。では、やっていきましょう。まずは、ダイヤのレギンスからですね。ウィザーには防火は必要ないと思いますが、エンダードラゴン戦でも使えそうなので、防火4をつけていきましょうか。それ以外に、何がつくかな。お、防火4、耐久3ですね。意外と、いい感じ。次は、ダイヤのヘルメット。と行きたいところですが、ステインちゃんとしてもいい感じなのが出なかったので、本でインちゃんとしていきます。まず、ダイヤの剣から、聖なる力5をエンチャントして、あ、かなどこさーん。火属性2をエンチャントします。あとは、耐久力1、ノックバック1をエンチャントして、剣はこれで完成かな。といった感じで、ひたすらエンチャントしていきます。完成しましたー。どんな感じになったか、発表していきたいと思います。まず剣は、聖なる力5、火属性2、耐久力1、ノックバック1となりました。耐久力がもう少し欲しいところですが、聖なる力5がついているので、ウィザーにはぴったりの剣じゃないかな。聖なる力、意味深。ヘルメットはこんな感じ。防護4と耐久力1ですね。
こちらも耐久力をもっとつけたかったのですが、そううまくいかないのがエンチャント。これぐらいで許してやんよ。辛い。次がダイヤの胸当て。爆発耐性4、耐久力2、トゲ1となってます。トゲは必要ないんですが、村人との交易でゲットしたら最初からついてました。トゲトゲしてやんよってか。痛い。次が、冬の強い味方、レギンスですね。これは、防火4、耐久力3となってます。今回防火は必要ないと思いますが、エンチャントでついちゃったので、そのまま使用したいと思います。エンダードラゴンで活躍してくれるかな？いいと思う。次が、冬の定番アイテム、ダイヤのブーツです。これは、防護4、落下軽減4、耐久力3、水中移動3となっています。これも、エンダードラゴン戦で活躍してくれそうですな。いいと。最後が、ウィザーには欠かせない弓ですね。これは、耐久力3、火炎1、衝撃2、パワー4、無限1となってます。弓についてはかなりいい出来なんじゃないかな。無限って、エンチャントやでも無限なんでしょうか。はい、ということで、ウィザーに向けて準備してみたでした。完璧とまでは言えないですが、これでウィザーに挑戦できるんじゃないかな。本当は、もう少しいい感じの防具があったのですが、強制終了とともに、闇の彼方へ葬られてしまいました。強制終了、怖い。ということで、今回の動画は、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録&高評価をよろしくお願いいたします。また、動画の感想やコメントを残していっていただけると、わさびが喜びます。では、またねー。